うんちょっとね実は蓮の部屋の窓枠の修理業者に頼んだんだけど手違いで今日中に来られるかわからないそうなのうんえででも危ないんじゃないうん 分かったそれじゃあお願いするわでも無理はしないでねちょちょっと おかえりじゃないわよ何やってるのなんであなたがいいから降りてきて危ないわよギュッ 濡れるから、こっちどどうしてあんなことしてたのあのまま落ちてたらどうなってたか怪我じゃすまなかったかもしれないのに あ,っあ,あごめんなさい怒鳴っちゃって私の部屋の窓直してくれたんだもんねああもうあっ 袖のとこししかないわね私が直してあげるほら直してあげるから私の部屋に来て。